技大会勝ち抜き戦、参加者受付中です。やりますか、やられますか。参加するんですね。じゃあ張り切って中までお進みください。お待たせしました。ただいまより闘技大会を開催します。最初にこの大会のルールを説明しましょう。まずトーナメント方式で行われる予選を勝ち抜いていただきます。3回勝ち抜けば大会チャンピオンと対戦となります。見事チャンピオンに勝てば素晴らしい賞品とともにあなたにチャンピオンの座が譲られます。それでは第1回戦参りましょう。ユリならきっと大丈夫だよ。怪我しないようにほどほどに。出たかったわ私も。まだ言ってるし。めちゃくちゃ目立ってんな。こりゃギルドの名も上がるわ。さあ本日の1回戦、闘技場のニューフェイス、フレッシュギルドブレイブベスペリアのユリロー。対象最低、元騎士にして政治活動家、東国で決まるぞ。ニョキリエルンガエルンガ、百戦錬磨と青二歳、結果は一目瞭然だが、大番狂わせもあり。さあ、地獄と天国の分かれ道、注目の第一回戦、ファイト。すぐ楽にしてやる。よっと。急いで。ま、肩慣らしはこんなもんか。第2回戦、地獄のバンダナ盗賊、ジュゲム・ジェローム。人手はどこだ、人手をくれ。対しますはブレイブ・ベスペリア、ユーリー・ローウェア。燃え上がるな若き戦士たちよ、戦いはまだ始まったばかり。冥界の扉に対戦相手をぶっ感じまえ。第2戦ファイト。ジタバタするなよ。よっと。まだ軽い軽い。続きまして第3回戦、不敵なる仮面の剣豪、ジョアン・ドゥ・マルク。華麗かつ豪腕なり、私の剣さばき受け止めよう。対しますはブレイブ・ベスペリア、ユーリー・ローウェア。マグレか実力か、ここで全てが決まるはず。熱くたぎる魂の炎を消すのはどっちだ。ファイト。すぐ楽にしてやる。よっと。
飛ばしていきますか。戦が瞬間火山荒くくれよ。ローメンか。行きましょう。ゲルローさん一生戦友人一生。なんだこんなもんかよ。